口触れさんですかね。いいですね。こんにちは、こんにちは。木村さん今日暑い、暑いね今日。めちゃめちゃ暑い。今日は、なんか昨日もさ、なんか夏日ですって言われてたじゃん。けどさ、そんな暑くなかったよね。だからさ、今日もさ、そんな感じかなって思って油断してた。油断してさ、ヒートテック着てたらめっちゃ暑かった。本当に。でも今日体育なかったからセーフ。昨日は体育あって、だけど暑いって言ったからヒートテック着ていかなかったらね、結構寒かったね。クラブになってありがとう。今日も可愛い、ありがとう。こんにちは、こんにちは。パレオありがとう。こんにちは、さくちゃん、こんにちは、さくちゃん。おかえりなさい、ただいま。案件お疲れ様でした、ありがとうございます。昨日は非公式チャンネルに初出演させてもらったんですよ。めっちゃさ、なんかすごい、みんなにさ、あの本番前にちょっと配信した時にみんなに罰ゲームが気をつけてねみたいな言われてさ、すごい心配だった、怖かった。こんにちは、こんにちは、かわいい、ありがとう。パレオありがとう。ヤッホーヤッホー、スクラブになりたい、なってるよ、なってるでしょ。パレオありがとう。お疲れ様です、お疲れ様です。暑くて半袖になったよ。さっきも半袖にしようか迷ってる。今もう半袖の暑さだよね今日。ヒートデック、そうヒートデック着たらもうめっちゃ暑かってさ、今日帰ってくる時もやばかったもん。暑い。13度、え、低くない13度って。まだまだ寒いじゃん。今日は熱々だね、熱々だね。めっちゃ暑かった。鬼をね、ね、もう本当にやだ。本当にやなんだけど、もうね。ああ、こうなるんだよ。さっきこうなると思ってた。非公式チャンネルでね、罰ゲームがたくさんあったんですけど、さっきはなんとびっくり、一番嫌だったモノボケをに。あのサイコロが当たってしまってやったんですよ。もう本当に恥ずかしくて、本当にさ消えたいってなんか思ったよね。あんなに。はじめまして、ありがとうございます。はじめましてじゃないですね、いつもツイートありがとう。パレオありがとう。木村さん、え、それな、もうなんか木村さんの人じゃん。木村さんでちょっと安定しちゃった。同じブリトー食べて、え、見た、ツイッター、嬉しい。なんかあのうさぎのさ、うさぎのやつ食べてたじゃん、アメちゃん。サク、あっちはサクがお揃いにしちゃおうかなって思ってさ、今日学校の帰りにさコンビニ見に行ったんだけどさ、うさぎちゃんがなかったんだよね。あのね、なんだっけ、ハチワレはいたんだけどうさぎちゃんがいなくて諦めた。こんにちは、こんにちは、ありがとう。無音。ありがとうね。こんにちは、こんにちは。パレオありがとう。お疲れ様でした、お疲れ様です。北海道はひんやり、ひんやり。ちょうどいいね、じゃあ。極寒だと嫌だからね。非公式面白かった。本当に？じゃあもう本当に、なんかさ、今回はトークをメインでやっていくので、頑張ってくださいみたいな。本番前に言っていただいて、もうえって思って、策で大丈夫かって思ってマジで緊張したんだけど、でもあゆかさんもゆうさんも本当に優しくて、今日は本当に面白くて、幸本当に楽しい。パレオありがとう。このあと授業だから少ししかいられない、授業頑張る。え、このあとからなの、マジで頑張ってね。ありがとう、来てくれて。昨日仕事で配信来れなかったから今日は来れて嬉しい、ありがとう。昨日はさっきもね、お仕事で10分しかできなかったので。あやのさくラブ見ました、え、見ました、もう見て、え、今日の朝起きて
起きた瞬間にエゴサするって言ってるじゃんみんなに。で見たらあやさんがあの流れてきて、えー、って思って、何が起きたか、なんかさ寝起きだったからさ寝ぼけてんのかと思って、サクが何回も見直したよね。で当たり前にスクショ撮ったよね。嬉しすぎる、本当に嬉しい、大好きです、あやさん大好き、本当に初見です、ありがとうございます。はい、高校2年生16歳のさくこと山村さくらです。パレオはエメラルドリメイク選抜オーディションに参加しているので、ぜひ応援よろしくお願いします。昨日は SK48 非公式チャンネルお疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか。パレオありがとう。50カウントやりました、ありがとうございます、嬉しい。パレオありがとう。こんばんは、こんばんは。クマありがくま、ありがくま、ありがくま、ありがとう、ありがとうございます。気をつけても罰ゲームは避けられないだよね。さくは学んだよ、もう罰ゲームは やる運命なんだって悟りましたね。ああいうそういうものなんだっていやでも本当にモノボケはやりたくなかった、あもう一番やりたくないなって思った何よ、えでもマジで酸っぱい、なんか酸っぱいやつとかさ苦いやつとかたくさんあったんだけど、もう全部やばい、みんなさなんかでかって思ってるでしょリアクション、本当にやばいからね、もう泣きそうになったもん苦いやつはなんか最初美味しいね、美味しいって思うのね、さお茶好きだしさ、えなんか美味しいリアクションしづらって思ったら苦すぎてビビったよね、何が起きたかと思った。こんにちはありがとう。今日冬制服で暑すぎて死んだ、まだ冬制服しか着れないルールなのできつかった、えわかる、さくも今冬まだ冬服なんだよね、暑いよね、お疲れ様です、それはお疲れ様です、暑いマジで今日は暑かった。こんにちは、こんにちは、ありがとう。仮のトーク会の後の居酒屋予約しちゃった、早い、待ってさくに会ってから考えないの、サクでさもうあサクと会えて満足ってならないの、なんで罰ゲームにも負けん気を見せてたサクちゃん、かわちかわちだってもうさあそこまで行ったらねやるしかないよね、ちょっと好奇心もあった、本当に本当に苦いのかとか本当に酸っぱいのかって気になるじゃん、やっぱりさサクもさなんかそういうさ何見てきた側じゃんやっぱり今まではね、なんだそんなさ酸っぱジュースとかさ好んで飲まないじゃん、だからなんかちょっと飲んでみたかった正直、けどもうね想像よりやばくて、あもうみんなこんなに頑張ってるんだってびっくりした。パレオありがとう。モノボケ何したんだっけみたいな見ないでもうやめて掘り返さないでください。パレオありがとう。今日もうちうちかわいい、ありがとう。明日の最高気温は29度、予想、えどういうこと、え待ってやだ待って、嘘って言って、明日時給走あるんだけど、どういうこと、え泣きそう、待って本当にやだ、心の底からやだ、大嫌いな持久走と大嫌いなさ気温高がさ重なったらどうなるの、モノボケ得意なんで教えます、え教えてください、本当にわかんない、えモノボケって何ってめっちゃ思ったけどさ、あなんかさあのさくはももいろクローバー Z さんが大好きなんですけど、ももいろクローバー Z さんのあの DVD のやつの企画
みたいなやつでなんかモノボケって見たことがあって、それを思い出して、ああああいうやつかって思って、なんかみんな嫌がってたなって思って、その記憶を掘り返してたんですけど、やっぱ難しいよね。とっさに思い浮かばないし、非公式は仕方ない、そういうもんってね、なんか言われましたもん最初に。非公式はそう、あの罰ゲームとかもすごいから頑張ってねみたいなそんなこと言われちゃったらもうさくも緊張するよね。パレオありがとう。シチュールのライブ会場にいる、え行くの、入るの今日。ハートありがとう。こんにちは、こんにちは。バラありがとう。だるまありがとう。ハート100個ありがとう。ハートありがとう。ありがとうございます。皆さん4月なのに30度、え今日30度なの。やっぱりなんかめっちゃ暑いなって思ったもん。もう汗だくだよね帰ってる時。家に着いたらもうねクーラーつけようか迷った。怪談話を聞きたくなりません。シチュールライブ行ってくる、また後でね。ありがとうね来てくれて、楽しんでください。ハートありがとう。体調大丈夫、持久走どうだった。持久走は今日じゃなくて昨日走ったんですけど、もうねやばかった、本当に疲れすぎて。だけどなんかもう気持ちで自分に負けたくないから、そう先頭を切って走りました。なんかでもグループに分かれてやるんだけど、早いチームとちょっと苦手チーム分かれるんだけど、そこは苦手チームの先頭を切りました。まあまあこれは先頭っていうことでいいよね。一応苦手チームの方が多いのね、人数がもちろんで、得意チームはもう本当にめっちゃできる人、部活入ってる人とかが行くところで、で苦手チームでの女子の先頭を貫いた。偉い。非公式の臭いスプレー回避できてよかったね。よかった本当に。いやでも物ボケが一番嫌だったの、さくはだから、あ終わったって思った本当に何にも考えてなくて、さすがに。しかも物をさ急に出されるわけじゃん。だし、まさくは回ってこないだろうって思ってたから、なんか謎に自信あって。ハートありがとう。俺の強化、俺のさくらでしょ。パレオありがとう。マイブームはサクサーチです。えもうブームとかじゃないもん、それは日常。非公式まだ見れてないんだけど楽しそうでよかった。え本当にね結構ねもう恥ずかしすぎて埋まりたかった。ハートありがとう。最初からケーキ出てくるとか珍しすぎた。そうなんだ、ほんとなんだ、嬉しかった。研究生だからとか言ってもらえて。朝からテンション爆上がり、ほんとにやばい。もう今日さ、そうそのおかげで今日頑張れましたね。あーやさんのおかげ、人生はあーやさんのおかげ。チョコケーキ狙ってた、そう。もう嬉しかった。お願いって思って、今日かお願いって思ってた。日課、そう日課なんだよね。誤差はグランパスの17歳の木田選手が昨日2ゴール。すごい。マジですか。寝る前もエゴサタイムある、するね常に。ドライヤー中はメール返信読む。パレオありがとう。あやもサクって呼ぶんだね、一緒だ、嬉しい。全部好き、そこも好きです。本当に可愛すぎるって爪痕は残したと思う。何が普通でしょ、普通にしてたよサクはずっと。何もなんか大したことはできてないよ本当に。マジで恥ずかしすぎてもう本当にやばかった。パレオありがとう。熱中症注意だね、熱中症注意だよみんな。マスクしてる方もね特にね。さくもまだマスク外せないんだけど、外してない。とりあえずあるだけ星投げといて。ありがとうね星、ありがとう。
パレオありがとう。こんにちは、こんにちは。モノボケ気になりすぎる。え、飛ばしてほしい、マジで。本当にやだ。北海道は暑さに弱いので。あ、耐性がないんだよね、北海道の方はね。そこもでも耐性ないよ、暑耐性苦手。何でも体験しておかないと。やだもん、もうすごいじゃん。物ボケ見たかった。見ないで、本当にやだ。サイコロが急に曲がったよね。そう、あーやったなって思った。なんかああいう時だけさ、めっちゃ運あるんだよね、謎に。逆に運がある。めっちゃ本当に嫌だって思う時に来るの。じゃんけんの時もどうでもいい時にめっちゃ勝つんだけど、本当に勝ちたい時には負ける。苦いお茶と酸っぱいもので顔真っ赤になって。マジで酸っぱいし、めっちゃ苦いし。そう、学校まだ冬服だよ。衣替え6月ぐらいなの。え、もう暑いよね。でも変えたいよね。そう、あやさんと両思いです、両思いです。パレオありがとう。さくな口も追加できました。ポニテ待ってます。ありがとう、追加嬉しい。ポニテしますよ。初見です、ありがとうございます。今もバメきた。あら、北涼雅選手ね。マジか、見なきゃ。だるまありがとう。可愛い点見て、やっぱりサッカー可愛すぎたなって再確認できるし。あ、そういうことか、そういうことだよね。フェーン現象、フェーン現象。うわ、なんか習ったな、地学で習った気がするな。それは特会でのぼけの特訓。やだ、物ないからやめて。だるまありがとう。夏やばい、夏嫌い作。汗かいちゃうね。持久走苦手だよね。持久走好きな人いないよね。お道具持っていくから東海でものぼけ対決しようね。やだねえ、さく、じゃあ見るから。見てるよ、ずっと。みんなのモノボケをさ、楽しく拝見する係するからさ、サクには回してこないでね。もうコリゴリです。こんにちは、こんにちは。誰のもの、誰のモノボケが好きかな。誰だろう。でもあのしおり、玉井しおりさんのモノボケは結構ツボでしたね。こんにちは、こんにちは。パレオありがとう。モノマネとモノボケを動かす。え、見たい。だ、モノボケはちょっとさ難しいけどさ、モノマネはさ速攻、即興、速攻すぐにできるわけじゃん。今どうぞってやってできるわけじゃん。楽しみ。見たい。こんにちは、こんにちは。そういえばあんずもめちゃめちゃなジュース飲まされてたの。え、そうなの、酸っぱいやつ。握手会でも似合ってもね。やだやだやだ。なんで。こんにちは、こんにちは。パレオありがとう。クーラー早い。え、つけようか迷ったよね。明日まで暑い。明後日からはもう冷たいの。パレオありがとう。こんにちは、こんにちは。こんな暑い日は地割りそばね。うわー、いいね、食べたいよね。ハートありがとう。持久走は何分。え、やってない、まだ測ってないけど。え、でもさ、待って、さっきさ思い出したんだけど、中学校の時さ、みんなはさ一桁台でもちろんクリアするのね。なんか6分とか5分とかもいける人が多くて、まあそこが平均みたいな。でちょっと前後したりとかあるんだけど、でもさくだけ一人最後まで残って走って10
十何分とかかかったの。もうその記憶しかなくて、もう本当にやりたくないって思ってたんだけど、なんか最近持久走の練習してて6分ちょいとかでいけてる気がする。あんまりなんかちゃんとは測ってなくて、先生がなんか何分みたいな言ってるのを聞くだけなんだけど、6分ちょいとかでいけてるんだよね。どういう成長これ、すごくない？ちょっと成長した。そう、苦手チームの先頭にいるの。ハートありがとう。ある意味1位だね。でしょ、しかも最初は後ろなんだけど、もうどんどん抜かしていくの。みんなが疲れ切った頃にそこがよしやるかって感じで抜かしてってっていう感じ。そう、なんか気合が入るね。やっぱり勝ちたいって、負けず嫌いだから。パレオありがとう。サクサーチは仕事の、仕事じゃないねこれは、なんか日常。もうみんなが朝起きて顔を洗うようにサクはサクサーチをする。バラありがとう。こんにちは、こんにちは。人生を豊かにしてくれたあやさんにお礼しなきゃ。本当に感謝しています。本当に大好きです。ピンク単色サイリウム2本、違う、楽天市場で注文したよ。ありがとう、嬉しい。サクのサクに振ってくれるのかな、楽しみ。パルありがとう。今もここで暑くないの、ちょっと暑いちょっと暑いかも。でもとりあえずなんか帰ってきて、なんかとりあえず来てみたいな感じ。5月21日、はじめトークよろしく、あやさんて岡本さんよろしく、ありがとう。そうです、あやさんは岡本彩香さんです。こんばんは、こんばんは。昨日は飲みながら4時販売買ってたよん、ありがとう、嬉しい。なんか酔っ払ってる時のさ、メール返信がマジで好きなんだけど。いいよ本当にちくわぶになったよ、ありがとう。え、待って、ちくわぶになったよだった、さくらぶかと思った。全然なんで、なんだありがとうじゃなかった。どうぞ。特に熱中するのも注意ですか。うん、全然もうどんどんなっていこうね。パレオありがとう。3月からマスク1回もしないけど、明日はしなきゃ公演。え、そうなの、公演いいですね。こんばんは、こんばんは。非公式のサク可愛かったね、ありがとう。こんばんは、こんばんは。パレオありがとう。マジで今日か面白いの、本当に常にね、ずっとああなの、本当に面白い、大好き。10からはマジでやばいと思う。3もやばいって言われたもん、みんなにやめた方がいい。うん、違いますね、あのあーやさんじゃなくて、サクがあーやさんにメロメロなんです。本当に大好きです。今からでもニコニコでモノボケ見れますよね。本当に恥ずかしい。パレオありがとう。また寒くなる、そうなの。寒いのも嫌だよね、中間がいいよね。罰ゲームでナックにならないか心配してね、みんなすぐさナックなるよって心配するけど、サクそんな簡単に泣かないから。裕福でも夏服でもどちらでもいい期間設けてほしいよね。そういえば東海追加しました、当選です、ありがとうございます。嬉しい、いっぱい会えるのを楽しみにしています。どちらでもいい期間、サク多分あるんだよね、でもまだって感じ。ないのか、きついねそれは。昨日の非公式チャンネル面白かったよ、ありがとう。バンジーお疲れ様、してません。こんばんは、ありがとう。顔にくらい赤い顔になって、もうね言わないで本当にもう。パレオありがとう。4時販売で握手会当たったよ、初作です、緊張してきた、楽しもう、ありがとう、嬉しい。
地学やってる。地学は1年生の時にやってましたね。今は生物と科学になった。そこの握手会は1回きりのチャンスだわ。1回きり？なんで？あるよ、これからもあり。夏生まれの私悲しい。あ、ねえ、佐久も夏生まれだよ。だって9月って夏でしょ。年前に物置いといてやだ、絶対やだ。みんなやらしてくるでしょ絶対。パレオありがとう。さあ、サックの用意した小道具で物置きやるねえ、用意しないよ。サックもやらされそうだから。パレオありがとう。サックが岐阜のイベントに来るときは物置きしましょうと岐阜のスタッフさんに言っときますね。やだ、絶対にやめましょうそれは。木村さんこんばんは。山村だよ、ありがとう。やっほー山ちゃん、いやこんにちは山ちゃんとか言われたことないんだけど向かった、ただいまじゃなくておかえり。ゆねちゃんのデビュー時のモノマネして激ギレされました。え、どんな？やってほしいそれ、見たい。セブンでおすすめなのが何ですか？え、さこもセブンでおすすめのやついっぱいあるよ。え、今日初めてさ、照り焼きチキンブリトー食べたらマジで美味しかった、本当におすすめ。え、かわいい、もかった。イベントは明日が最終、そう明日までなんですよ。でも明日学校終わりにあの振り入れがあって、振り入れが何時なんか1回開くんですけど、振り入れがあって、その空き時間に事務所でちょっとできるかなっていう感じで。でもその空き時間は結構30分以上は多分開く、1時間ぐらい開くかなっていう感じなので、そう事務所ではできると思うんだけど、なんかお家でちゃんとやるっていうのがでもできなくて、そうごめんね。北海道はエアコンない。え、生きていけるぐらいの気温ですか？でも逆に寒いんじゃない？こんばんは、こんばんは、ありがとう。6月にサックの東海行くね、楽しみ。ありがとう、嬉しい。サックも楽しみです。モノボケのスキルを身につけたら最強じゃん。ちょっと頑張るね、大変。わざわざが喉痛めてるみたいだから、サクも気をつけてね。ありがとう、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。パレオありがとう。もっと陸上部、中学で 400m リレーで県大会出て、え、すごっ、めっちゃすごくないそれ。いいな、一人で走る策を守りたいねえ。本当に嫌だったあの瞬間で、みんなにさ応援されるのね、ああいう時って。あとちょっとだよとか、あと2周だよとかさ、え、2周はまだ言わないでって思う気持ちが下がるのね、2周って。あと1周も嫌だもん、策あと1周、あと1周だよって言われるのも、なんかまだ一周もあんのっていう感じだから、もう終わるギリギリになって、あ、もう終わるよって言ってほしい。したら、あ、え、まだあると思ってたのにもう終わりなんだっていう感じで終われるから、一周プラス1分で周なんとかして走ってたわ。え、めっちゃ走ってるってこと？ 1000m くらいかな、え、わかんない、5周だけど何メートルを5周走ってんのかわかんないんだよね。1000メートル、え、200なのかな、何メートルなんだろう、1500かな、300、でも5周、とりあえず5周は走ってる。ダンスしてるから体力ついたんじゃない、ついたのかな、そうだといいな。こんばんは、こんばんは。自給症の時は赤いジャージでしたね。違います、それはゼロポジです。普通にもう普通のジャージですわ。
このまま行ったらオリンピックです。言い過ぎ言い過ぎですわ。それはマグロ丼美味しかったです。え、見た、めっちゃ美味しそうだった。食べたすぎる、羨ましい。パレオありがとう。サクサーチは桜部だけにするんだよね。一般人はツイートは見てないですよね。え、桜部じゃん、だってね、桜部でしょ、だから見てます。地球層タイム縮まってるね、さすがだね。でも中学校の時だから、1年生の時はなんか何、計測負荷みたいな感じになってて、走った気がするんだけど、なんか記録になってないんだよね。さっき遅すぎたのかな、ちょっとよくわかんないけど記録になってなかった。今日暑い、暑いね。パレオありがとう。いっぱいですが頑張ってください。なんで、ありがとう、頑張ります。ハートありがとう。パレオありがとう。ハート100個ありがとう。運動神経とダンスは関係、え、関係ある。さっきダンス苦手だもん、めっちゃ本当に。自分でおすすめなのはホイップだけサンド。あ、見たことある。でも食べたことはないな。美味しいですかね。え、でもなんかさ、ホイップだけとなんかいちごのやつもあるよね。そういう時っていちご選んじゃうんだよね。そっか、いいですね、ホイップ。バラってる時のメール返信が好きはもはや普段の自分じゃなきゃ、じゃあ本音が出るってことでしょ。パレオありがとう。今日さきちゃん出ますか。さきちゃんいるよ。おはよう。おはようって寝てた人みたいなこんにちは、こんばんは、こんばんは。今日もカワチカちゃん、ありがとう。ハートありがとう。甘口語からご甘、絶対に嫌だ。だってみんなさ、ご甘ご甘さ進めてくるってことは結構やばいんでしょ。クラブとして私もあやにメロメロになるから。なんで、ハートありがとう。かわいい、ありがとう。ハートありがとう。好きなあやさんの好きなところ、なんかさ、こうやって言ったらさ、あさって思われるけどさ、本当に全部好きなんだよね。え、もうなんかね、まずそのあやさん自身の性格も好きですし、あとなんかそのアイドルとしてのあーやさんのなんだパフォーマンス、ダンスのパフォーマンスも歌い方も、なんか特に時間がない公演のあーやさんのパフォーマンスはめちゃめちゃ大好きで、なんかもうあーやさんのいいところが全面に出てる公演だなって思って、そのパフォーマンスがも大好きですし、あとあーやさんのお顔も大好きなんですよ。そう、あやさんのツインテール大好きなんですよ。え、待って、難しい。なんかさ、改めて好きなところって言うと言われるとめんな、難しくない？なんか考えられない、全部好き。わかる、みんなこれは分かって。ぷちゃん遅刻しました。ありがとう、来てくれて。ハートありがとう。パレオありがとう。タコありがとう。ライブ入ります。エンジョイ人生楽しんで。こんばんは、こんばんは。さくの件取ったけど、どんな話するか今から緊張してきた。え、なんでもいいよ、話そう、いっぱい。パレオありがとう。モカさんも今日暑かったのかな、暑かったのかな。モカさん、そうあれだね、キモクジャラだからさ、もじゃもじゃ赤ちゃんもじゃもじゃ、常に暑そう。ゆうねちゃんのモノマネなら任せて。サクのモノマネはモカタン喋った。え、無言だよモカタン。セブン以外のコンビニあんまり行かないのか。え、行くよ、
パレオありがとう、ジージーありがとう、ハートありがとう、ペンライトありがとう。そう、振り入れがあるんですよね。パレオありがとう。ブリトーってひとまさんが所属してるチームだっけ。それはブライトや関係ない。ブーしか合ってないんだけど。こんばんは、こんばんは。そう、え、見られるの恥ずかしいじゃん。あと何週だよとか、頑張れとかさ、頑張って、ああいうさ、何、ちょっとさ、一人で走ってる時にさ、みんなに見られながら走るのって本当に恥ずかしい。 1000m、 1000m 走、わかんない、何メートルか。何も知らずに走ってる。サクは仮止めに行く、いつもと違う仲間もサクの特権買ってたよ。え、嬉しい、やった。ゼロポイチのサクの、サク運動のやつマジで面白かった。本当にちょっとできなさすぎてね、ちょっと変なんですよね、ずっと。パレオありがとう、激辛ペヤング、あんずでしょ、やばいね、あれみんながさ、やばいって言ってたやつだよね、激辛ペヤングって。さくに食べない方がいいって言ったやつだよね。遅すぎて計測負荷、わかんないけど、なんか計測負荷って書いてあった。どういうこと。え、さくもまだその謎は解けてないよ。え、走ったんだよね絶対に。そう、結果が書いてなかった。パレオありがとう。ボール投げはもうなんか自分では上に投げてるつもりなのに真下に行く系。さきちゃんおはよう。おはよう。かわいい、ありがとう。お姉さんおはようございます。おはよう。さきちゃん見てる。見てるよ。ストップウォッチも計測忘れるかわいさなんで。なんでそれは違いますよ。さきちゃんかわちかわちって、ありがとう。え、え、さきちゃん、はにゃ。パレオありがとう。さきさんも辛いのダメなのかしら。え、なんか頑張ったらいけそう。いけます。さきちゃん、天才は英語でなんて言うか覚えてますか。ね、待ってね、お姉ちゃんいるんだ、ね、いるよ、お姉さま。姉さま、こんばんは。ジーメラス、ジー、え、さっき覚えてるよ。ファンです。ファンです、ファン、ファン、意味がわかんない。ありがとう。姉さんの名前がさきってだけで、さきポンズの荷物あれ。なんでアイスのパフォーマンスってダイナミックでいいの。そう、本当に好き。ち、配信、配信中、配信中ツイート、ツイッター、ジーニアス、ピンポーン、見たの絶対。見た見た、今コメント欄でさ教えてくれたんだよ。なんでわかったって思った。ありがとう。愛に理由がないさ。そう、直感なんだよ愛は。サックの全部好き。早く会いたい、会いたいね。パレオありがとう。見てください、時間がない公演。キモクジャラ、キモクジャラなんですよ。可愛いだよ。セブンの冷凍みかんにハマって、え、どこにあんの。アイスゾーンにある。それは絶対にハマる。サックも、え、わかる、セブンの枝豆ってめっちゃ絶品なんだよね。わかるよ、さっきもダイエット中セブンの枝豆食べた。うわー、めっちゃわかるわ。山村さくら姉妹は運動苦手ですか。うん、さきちゃんはめっちゃできる。できちゃいます。意味がわかんないぐらい。え、多分、多分ね、わかるよ。さきちゃんに運動神経を全振りしたおかげで、さくに
一かけらも残らなかったの。本当にやだ。え、何も。もだってさっくんひどいよ、みんな知ってる？さっくんのさ、あの運動音痴伝説。みんなが一番知ってるよね。だってゼロポジ見てさ、やべえ。いや、もう小学校からの話を遡ってほしい。はい、まず小学校 50m 走何秒でしたか？1年生とか低学年な、どれでもいい。おすすめおすすめとかないんだけど、ずっとまず一桁に行ったことはもちろんないんですけど、ちっちゃい時は13秒とかで、徐々に上がって12、11、10って上がったけど、やっぱり11位みたいな感じ。9にはいけないまま中学生になって、で、まあ、10、10、10で 10.6、10.8 とかを繰り返してたのね。で、高校になって11秒。どういうこと？かっこいい。今年まだ、待って、みんな待って、今年まだ測ってないから、今年にかける。チャンスあり。だってさ、体力関係ないか、これ。関係ないね。違う、まずサックはあの走り方がダメ。よく言われる。本当にダメ。なんか進んでるかは分かんない。え、それな、うん、なんか後ろに下がってるみたいな。え、違う、なんかサックはなんか上に飛びすぎって言われた。なんか本当は前に進まなきゃいけないのに、その上に行くことにじゅ、あ、何、力を使いすぎてずっとこうやってこうやって歩いてるみたいな。なんか無駄な体力を使いすぎって言われて、だけどそんなこと言われても改善しようがないのね、今更。さくはそれ知らなかったし、高校生になって初めて言われたし、歩いてるみたいな感じで言われて、さく前に進んでないよみたいな。ムーンウォーク。ねえ、すごい、上にね、上に行くの、さくってめっちゃ見たら分かるんだけど、本番の配信頑張るために酔っ払ってくるね。違う、ダメ。軽食不可の謎はまだ謎なのだぞ。そう、まだ謎なのだぞ。ああ、そう、ランニングマンみたいな、なんか同じ位置で同じ、すごいよね、同じみたいな。そう、同じことしてる。それはさくも思う。そう、足は動いてるけどみたいな、エスカレーター乗ってるみたいな。最悪。運動は不得意ですか？うん、さきちゃんはね、めっちゃできるんだよね。はあ、イエイ。お姉ちゃん連番しましょう。だって連番、 SKE 連番、うん、11期連番する。ねえ、11期連番とか言ってみんな行くから。さくさんが1番、ありがとう。ハートありがとう。さきちゃんからツイッターいいね来てびっくり、ありがとう。だってハートありがとう。え、今日は座ってますね。枝豆は家で収穫したのを食べます。マウント、え、マジでいいな。何が取れ、なん、めっちゃ取れるね、家で。うん、取れる。冷凍みかんは冷凍食品コーナーにある。は、見てみよう今度。かわっちありがとう。そう、全振りされたの、さきちゃんに。運動神経、運動神経、あ、さきちゃんには巨大な胃袋が。え、でもそれは言うて変わんないもん。さきちゃんも結構食べる。結構食べるよね。だからさくに全振りされたものがないの。何、何が与えられたの、さく。いや、似とるじゃん。似てない、似てない、めっちゃ可愛いよ。ありがとう、ありがとう。一番可愛い。ありがとう。もじ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 。伝説聞きたいです、さきちゃん教えて。マジで伝説しかない、さくの人生って。そうだよ、マジ。あ、運動人生だけね。運動人生はマジで伝説、常に。100m 走なら早いんだけど。え、めっちゃ早いよね。 100m 13秒だったらすごい、ね、早い、めちゃくちゃ早い。さくの 50m で一緒。今年は5秒。いや、5秒は絶対に無理。待って、まずは9秒から目指そうね。で、高校生になって目指すの絶対遅いんだよね。もうやだー。あんずの妹、お姉さん12期生で、あんずの妹と頑張りましょう。なんで入っちゃうか、一緒に。やめてもらって。2人でじゃあココイチやっちゃおうか。パレオありがとう。あんずの妹と。
そう、飛び跳ねるのダメって言われた。100で14だって。え、選手じゃん、すごっ。え、 100m で12秒だって。え、本当に言ってるそれ。ボルトだ。え、嘘。え、それさ、ねえ、いきなりオリンピックとかいけるんじゃない、やば。え、さくの 50m 12秒の記録はどういうこと、間違えたのかな。あ、違うんだよね、高飛びってなるとちょっと違うんだよね。切った足をすぐ前に、え、すぐ動かない。そのマリオの、マリオが歩いてるみたいな感じ。マリオ、マリオってなんか常に飛んでるじゃん。違うよ、あれは B ボタンを押すから飛ぶんだよ。マリオのだってさっき B ボタン押しまくるもん。マリオのなんかさ、 B ダッシュって言葉あるじゃん、うん、だからまあ B を押しといたら早く進みそうだなみたいな気持ちで、うん、常に B を押してる、ね、マリオに謝ってほしい。マリオじゃん、さっきマリオと一緒だよ。違うよ、腹とほっぺが痛いくらい笑っちゃう。最高。ねえ、さっきのさ、その運動神経エピソードで笑わんで。そんなパレオありがとう、ラブリン連番しようだって。ねえ、なんでラブリンさん会いたいな、会ってみたい。本当に可愛い、絶対もうガチ恋。やめて。ピアノかバレエやってましたか。バレエはやってません、ピアノはなんか一瞬やってました、ね、パレオありがとう。機械でサックにハテナって顔されたらどうしよう。なんで11期連番という名の監視の罠な予感。監視してもらわなかん。ああ、監視しとくか、横で、うん、ピンクと黄緑から色が変わった瞬間に、うん、え、うん、腹パン問い詰めて。絶対に頑張ってください。ありがとうございます、パレオありがとう。レーズンバターサンド、え、ね、聞いて思い出した。今日さ、ピノ100個チャレンジやろうと思ったのね。みんなめっちゃやりたくて、だけどさ土曜日やりたくてさ、だけど土曜日にさオンライン会があるからさ、でさチョコとか食べたらすぐ肌荒れするタイプなのね。だからそれはやばいって思ってちょっと諦めたっていう話。さっきまでピノめっちゃピノの予想、何ピノの気分だった。お姉さんに可愛い言われて照れてるの爆笑。なんか可愛いって言われちゃったね。丸文字に全振りしてるじゃん、さっき。なんでそれ全振りしても意味ないんだって。可愛い、ありがとう、パレオありがとう。さっき三輪車は速そうだって。バカ速いよ、ぐる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 っていくから。違うよ、三輪車だよ。三輪車、三輪車って何、あれじゃん、タイヤがいっぱいついてるやつ、あの、あ、赤ちゃんが乗るやつ。一輪車かと思った。想像しとったの一輪車だった。サックが一輪車乗れんよって思ったらさ、三輪車乗れる。すごいこぐじゃんと思った。だってサックさ、めっちゃ三輪車だったよね、ギリギリまで。あ、そうで、なんか公園で練習して乗れるような。そう、外したんだよ。9秒になったら高校デビューって。やだ、その高校デビューめっちゃ嫌なんだけど。パレオありがとう、さきちゃんこんばん、こんばんは。あ、こんばんは。え、履いてたよ、小学生の頃。俊足を信じて履いてましたよ。さく、わかる、あのさ、うん、ね、俊足のさ、うん、こういうマークあるじゃん、うん、みんなにこうやってやって。そう、こういうマークがさ、あの端についてるんだけど、うん、なんかそこを押したら、うん、あ、早くなるみたいなさ。そう、めっちゃ押してた、さくずっと。そう、言われて靴買うときに、うん、だから走る前にさく押してた。え、懐かしい。変わんないの。え、しかもさ、でもそれ見られるの恥ずかしいから、そんなこっそり下駄箱で下駄箱で履いた後になんかさりげなく。え、これ本当にみんなやってた。やだ、本当今度靴屋で見てほしい。あなたはこのマーク、こういうマークにね、矢印みたいな。サクは B ダッシュできます。できる、マジでできる。チラ見かわいい、ありがとう、久しぶり。サクが 10m 走る間に
間に 100m 走る人がいる。やばいよね、そう考えたら。とことんやばい。サックは最初のクリボーに即ぶつかりそう。なんで知ってんの？こんばんは、こんばんは。持久走苦手です、めっちゃ。パレオありがとう。ピノ6個チャレンジ普通じゃん。こんばんは、こんばんは。三輪車めっちゃ、三輪車ねめっちゃ得意だよ。サク愉快だなだってサキちゃんも天然、サクは天然じゃないけどね。タイヤがいっぱい吸い取る三輪車もやべ。こんばんは、こんばんは。最高、よかった。そう、お姉ちゃんです。アイスありがとう。お姉ちゃんです。あ、え、履いてたよ。歩くとピカピカの靴履いてたよ。あ、でも学校には履いててなかったね。俊足は意外です。学校の体育ある日は俊足。え、だってさ、学校にピカピカ履いててもさ、うん、お昼だから光んないじゃん。え、違うじゃん、なんか光るやつあるじゃん、ピカピカに。うん、靴の底のさ、ちょっと厚底みたいになってて。裏が光るやつ？裏じゃなくて、裏だっけ？あれ裏じゃない、なんか光るやつあったよね。でもあ、横の部分か、なんかあの水玉模様みたいに光るやつ。え、わかんないけど、なんか光る、とりあえず。ああ、ったよ、多分あったよ。マリカー得意でもないし、なんか中途半端なところ。今日の夜ご飯冷やし中華食べた。パレオありがとう。はじめまして、はじめまして、こんばんは。高校2年生16歳のさくこと山村さくらです。よろしくお願いします。歩くとピカピカって 1,2 歳児が履くものだと思ってました。え、違うよ、あるよね、普通に履くやつ。あるある、あるよ、ピカピカの靴。そうそう、なんかスケートみたいなやつもあるし、ね、え、そうそうそう、あれめっちゃ憧れだった。それな、やりたかったよね、うん、結局やらせてもらえんかったけど。なんでダメなの？裏がさ、ローラースケートになってる靴あるじゃん、あれめっちゃやりたかったんだよね。そこ今度握手行くね。ありがとう、待ってるね、嬉しいな。滑り差がない、え、すごくない？姉妹の身長は山村さくらさんの方ですか？うん、さきちゃんの方がでかいよ。 161.2 です。え、そんなあるの？うん、161.2.2 ね。うん、結構痛いよ。そう、え、さっき何センチ伸びてるかな。前は 156.4 だった。マジか、マジだよ。あ、ね、イオンで禁止されてたローラーシューズ。冷やし中華にマヨネーズかけますか？絶対。え、これさっき話してた、さっきちゃんと。マヨネーズは絶対必須。ローラーシューズ持ってたの？いいな。パレオありがとう。オンラインサインは数があるのでお姉さんも書いてください。いい、書くが書く。ね、姉妹でカラオケ配信やばいでしょ。びっくりしたよね。あの、愛の手入れるわ、じゃあスプラッシュってさっき歌ってたの。そう、歌っとった。ローラーの靴あった、あったよね。さっきやりたかったんだよね。4000人突破、すごい。4000人の前ありがとう。こんばんは、こんばんは。前だよ、ね、だよね、わかる。マヨネーズかけた方がいい、みんな。これ名古屋だけらしいんだけどさ、本当にかけてほしい。みんなに1回だけでもいいから、ハマるよ。愛の手お願いします。だっていいんだ、お願いされた。星投げしました、だって。ありがとうございます、嬉しい。コールもお願い、え、コールしてほしい。サクーって、あそこの得意分野、え、カラオケ配信やりたい。めちゃくちゃ得意分野、超絶かわいい。サクーってやつやってほしい。あ、ダチョウ、ダチョウやりたい。嘘つきな、あー、さくらがかわいいってやつやってほしい。あ、やりたい、やりたい。めっちゃ楽しい、気分いいよね。絶対楽しい。スクレーンは全員光る靴で登場します。おもろすぎる、本当に。え、超絶かわいいってやつめっちゃ嬉しい。ゴマドレ
あえあるよね。でもさくね醤油派だな。あさく時間やばいです。あ45分前だった、うん、ランキング発表13位、熊の方ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。12位はうさぎの方ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。11位は馬の方ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。うん、何だろう。10位はタコ？ん？豚？タコか豚の方ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。9位は虎の方ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。8位は三色団子の方ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。7位はお団子の方ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。6位は埴輪の方ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。5位は山村さくらちゃんの方ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。4位はペンギンの方ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。3位はパンダの方ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。2位はパンダの方ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。1位は猫の方ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。はい、ありがとうございました。だるまありがとう。パチ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 ありがとう。え、やりたいやりたい、カラオケやりたい。さきちゃんコール覚えて。いや任せて、めちゃくちゃ得意。みんなコール教えて、さきちゃんに。いやめっちゃ得意よ、もう空火ってやって言っちゃうよ。みんなが教えて、ちょっと。え、どうしよう、カラオケどっちがいい。あと2回配信あるんだけど、どっちかでやりたい。お姉さん課題はないですか。あ、ないでしょ、ないよ、ね、課題ないよ、ね、ないナイス。英作あるんだけど、ない。歴史あるんだった。ガチ恋工場お願いします。だって頼んだ。言いたいことがあるんだよ。えい、やっぱりサックかわいいよ。あ、ちょっと時間ない時間ない。7時台でお願いします。あ、だった次のやつで、はい、みんなじゃあいっぱいリクエストしてください。そうですね、はい、次の予定、はい、話して。次の予定は19時20分から20時20分で、うん、さくのカラオケ配信 with お姉ちゃんのさきちゃんがなんかコールか合いの手かなんかしてくれるらしい。うん、そこはちょっと要検討です。やけど前ねリクエストいただいたやつとかもちょっとねやってみたりとかしますので、はい、ぜひ見に来てください。はい、44分なのでそろそろ終わります。自己紹介して、あ、ありがとうございます。高校2年生16歳のさくこと山村さくらでした。パレオはエメラルドリメイク選抜オーディションに参加しているので、最後まで応援してくれたら嬉しいです。今日も星投げとかカウントとかありがとうございます。ギフトもありがとうございます。コメントもありがとうございます。ありがとうね。また次の7時20分からお話ししましょう。カラオケ多分します。はい、ありがとう、バイバーイ。バイバーイ。